にちは、とうこママです。朝から仕事や家事、習い事とバタバタな一日でした。子供たちと過ごす毎日は嵐のようです。時刻は夕方5時半、晩ご飯作りを始めます。これは食用菊、食べることができる菊の花です。主人のお父さんが育てた食用菊。花の根元の部分は苦いので取り除きます。そしたらこれをお尻のところをぐぐっと、ここ苦いからね。苦味があるとちょっと美味しいかな。こうやってえ、菊臭い？臭い。ちょっとさ、草の匂いがするよね。これさ、茹でてさ、食べるのよ。お母さんもね、菊食べたことない。ジージが持ってきてくれたんだよ。ジージが作ったの何でもね、美味しいよね。お父さんは菊を育てるプロ。大きな観賞用の菊などを育てています。今日はこの食用菊で酢の物を作ろうと思います。お湯に酢を入れることで花の色を鮮やかにすることができます。すぐに火が通るのでさっと湯がきます。実は私、この食用菊を食べるのは初めて。さて、どんな味がするのでしょうか。調味液は酢、醤油、砂糖を入れて三杯酢を作ります。湯がいた食用菊と合わせます。続いてはこちら、何かわかりますか？天然の舞茸。こちらも主人のお父さんが山で採れたものを持ってきてくれました。スーパーで売っている舞茸の5倍ぐらいの大きさ。とっても肉厚です。もう好きだよね、舞茸。舞茸好きだよね。これすごい。このね、舞茸の お汁が美味しい。土がついているのでよく洗います。めったに食べることのできない天然の舞茸。食感や香り、そして味も天然の舞茸は絶品です。今日はこの舞茸で舞茸ご飯、舞茸の天ぷら、舞茸のチーズ焼きを作ります。秋の味覚、舞茸を味わい尽くすフルコースです。この舞茸、とっても大きなサイズ感なので、天ぷらにする分を除いて細かく切っていきます。全部切り終わりました。舞茸の美味しさをさらに引き出すためにオリーブオイルで炒めます。塩を2つまみほど入れて舞茸に下味をつけます。舞茸のいい香りがしてきました。先にお米は洗って水に浸していました。醤油、みりん、酒、そしてたっぷりの舞茸を入れます。
具材を入れたらすぐに炊き始めます。炒めた舞茸の半分はチーズ焼きにします。いわきのガラスタッパーはオーブン調理可能なので、ここにアルミホイルを引きます。舞茸を入れます。少し小さかったので大きいサイズに変更です。ここにたっぷりのチーズをのせます。数分オーブントースターで焼けば完成です。お味噌汁用にだしパックを入れて沸かしておきました。今日のお味噌汁は豆腐とネギとわかめ。豆腐とネギを入れて軽く火を通します。味噌を溶かします。最後に乾燥わかめ。シンプルな味噌汁はやっぱり美味しいです。ホッケを塩焼きにします。ホッケ、ホッケ、みんな元気食べよう、みんな元気食べよう。お魚、お魚食べる、うん、ちょっといいかよ、ラーメン、ちょっと待ってよ。オーブントースターで魚を焼くようになってから、手軽に魚を食卓に出せるようになりました。アラジントースターに付属しているこの鉄板は本当に便利。蓋をして、あとはトースターにお任せです。さて次は天ぷら。子どもたちが大好きな秋の食材、さつまいもも天ぷらにします。今年も幼稚園でたくさんのさつまいもを掘ってきてくれました。天ぷらの具材で子どもたちの一番人気はやっぱりさつまいも。天ぷら粉は簡単に美味しく天ぷらが揚がるので、よく使っています。天ぷら粉に冷えた水を入れます。まずはさつまいもから。さつまいもを揚げるときは160度ぐらいの油でじっくりと芋に火を通します。つい少なめの油で揚げ物をしがちですが、たっぷりと油を使ってあげると美味しいです。
次は今日のメイン、舞茸です。さっくりと揚げるために天ぷら粉をなるべく落としてから油の中に入れます。そろそろ良さそうです。最後は食用菊。菊の天ぷらは私も初めて。ちょっと衣が多かったかもしれません。天ぷらが全部揚げ終わりました。ホッケの塩焼きも良さそうです。舞茸ご飯も美味しそうに炊けました。秋の香りが食欲をそそります。え、まだ味噌汁に舞茸入ってるの？まだ味噌汁には舞茸入ってない。さて、秋の味覚、天然舞茸のフルコースをみんなでいただきます。ママ取れない。食べるの？なんでこれ？ママ美味しいよこれ。もう美味しい？美味しい。今日さ、舞茸尽くしなの。じいじがさ、舞茸持ってきてくれたでしょ？うん。あ、うん、でかい。そう、あのでかいやつ。もう大変だったよ。あれ、舞茸全部使うの。お腹にかけんで、聞く。忘れてた、今日聞くの。菊の酢の物作ってんだよ。出すの忘れてたよ。酢の物って頑張って、ほらみんなにちぎってもらったやつだよ。あれ食べるね。何がこれ？舞茸。何これ？舞茸。舞茸ね。あ、これシソもこれ食べて、あのシソじゃないや、菊のそのもの。うん、おいしい。おいしい？おいしい。カリカリしてるよ。
今日のお晩ご飯は子どもたちも大満足の秋の味覚フルコースでした。ジジありがとう。なかなか食べることのできない天然の舞茸、お味は格別でした。おじいちゃんありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ、高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。